僕はこのボックスパックを3つ買ったんだ。これには普通この子たちみたいなドアフィグが2つ入ってるんだけど、ラッキーだったら3つ入ってるんだよね。早速1つ目開けてみよう。僕やっぱ男の子だからトイストーリーとかライオンキングのシンバが欲しいな。でも入ってたのは不思議の国のアリスとリトルマーメイドのマックス。そうしてやっぱり2つしか入ってなかったか。いやでもまだ1つ目、2つ目を開けていこう。もしラッキーなドアフィグ3つ入ってたらリック運があるってことだから、3つあったらはるかちゃんにプロポーズしちゃえば。プロポーズってまだ早くない？でもディズニー好きのはるかちゃん、その中でも確かティンカーベルが好きって言ってたような。よーし、ティンカーベルを当ててそれをプレゼントしてプロポーズだ。頑張れリック。ティンカーベル来い。ティンカーベル、おお、この黄色いのは何だ？なんだ、アリエルに出てくるフランダーとズートピアのジュディだ。どっちもすごく可愛いけど、今の僕はティンカーベルが当てたいんだ。でも55種類以上ある中でティンカーベルを当てるのは難しいかな。いやいや、諦めるのはまだ早い。僕にはあと1つ残ってるんだ。あれ？なんだ、片方に寄ってたのか。3つ目に入ってたのはアリスに出てくるツイードルダムとラプンツェルのパスカル、赤いバージョンだ。なんかすごく企んでる顔してるぞ。でも結局ティンカーベルは出ず、やっぱりはるかちゃんにプロポーズはまだ早いってことなのかな。大丈夫、私はジャスミンのルームドアセットを買ったんだけど、これにも1つサプライズなドアフィグが入ってるの。もしこれがティンカーベルだったらリックにあげるね。でもそれより先に私のジャスミン見て、すっごく可愛くない？それに魔法の絨毯とベッド付き、ここにポチってなってるところがあるからジャスミンを乗せることもできるんだよ。ドアフィグにいろんな小物がついてるのいいね。そしてジャスミンといえば水色と紫だからお家もその色で可愛いでしょ。アラジンの宮殿もしっかり再現されてるの。ドアも大きくて硬くて簡単には侵入できない感じだよ。それじゃあいよいよリックお待ちかねのこっちのサプライズドアフィグ開けていくね。来い来い、ティンカーベル来い。でもここでアラジンがもし出たら、それはそれでジャスミンとペアでいい感じよね。ルームドアに入ってたサプライズドアフィグの中身は、そうだ、まだ袋に入ってるんだった。それじゃあ今度こそ、これはモアナと伝説の海カカモラカイの帽子バージョン。ごめんリック、当てることができなかった。でも私はこれで満足。カカモラと一緒に魔法のランプも入ってたの。かわいいな、ジャスミンのルームドアセット。じゃあ続いては私はディズニーの中でもアリエルが一番大好き。だからシーズン1には出なかったリトルマーメイドがシーズン2で出るって分かった瞬間にこれを買うって決めたんだ。アリエルちゃん出ておいで。かわいい、お目目キラキラ。これなんて貝の形のドアでドアノブも欲しいっておしゃれすぎない？海の中だから泡も描かれてるし、もうほんと全部が可愛すぎる。そしてドアフィグのアリエルも持ってるけど、アリエルと言ったらやっぱりフォークなんだよね。だから一緒にフォークと宝箱がついてた。ちなみに宝箱の中は、わあ、コインがザックザク。それじゃあ私もサプライズのドアフィグを開けてみますか。何が出るかな、何が出るかな。あー惜しい、ピーターパンに出てくる海賊のサミーだ。ごめんリック、私もティンカーベルは当てられなかった。いいよいいよ、気にしないで。あとスミーと一緒に入ってたのは真珠入りの貝殻だったよ。シーズン1で私たちが買ったアリスやラプンツェルもそうだけど、ルームドアってほんと可愛すぎて全部集めたくなっちゃうよね。私は前そのアリスを買って大満足だったから、今回はデラックスパックを買ったよ。前回ケイちゃんが奇跡の7個入りを出したやつ。そうそう、こ
れ普通は5個入りなんだけど、ラッキーだったら6個入り、さらにスーパーラッキーだと7個入ってるんだけど、なんとなんと私は7個入りだったんだよね。その動画を見たよって子は評価を押して教えて。いいのいいの、私も奇跡の7個入り当てたいな。早速オープン。1回全部の箱を出して、どのドアから行こうかな。一番小さいこれから開けよう。このデラックスパックは一番ドアフィグがゲットできるからいいんだよね。一発目入ってたのはジュニー。リックンのとかぶっちゃった。まあ気を取り直して、次次、私が今回狙ってるのはこの逆さまになってるアリス。入ってたらいいな。出てくる残りのアリ王子とアブーム欲しいところ。出てこい出てこい、アリ王子。じゃん、アリ王子じゃないけどチップ。これはこれでかわいい。残るは2つ。そういえば今日レイとかも出てないから欲しいところ。じゃんって話してたらラメラメな子出た。シュガーラッシュのバネロペちゃん、すごい。これでもかってくらいラメラメキラキラしてる。満足満足。それじゃあデラックスパックの残り1つの箱。あー、袋1つしか入ってなかったからラッキーの6個入りや7個入りはダメだったか。それでは最後のドアフィグは、来た来た、この触り心地はふわ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 、割り合いシンバのお父さんというかっこいいキャラクター。やったやった。やっぱりデラックスパックはいっぱいゲットできるから楽しいね。でも家がいっぱいあるのもテンション上がるわよ。私が買ったのはミニーちゃんのハウスドアセット。かわいいでしょ。ミニーちゃんのリボン付きの屋根に玄関、たくさんのところにリボンがあるのよ。あ、この木も実はミニーちゃんの形してるんだ。なんか隠れミッキーみたいで楽しいね。ねえ、それにこのブランコって、そう、ミニーちゃんが乗れるようになってるの。へえ。いやーちやちやち、ミニー赤ちゃん、ケリーママが押してあげますよ。乱暴すぎてミニーちゃんがかわいそうだよ。こっちの椅子は2つあるから、こうやってランチを楽しんでるようにもできるんだね。ねえねえ、もしかしてこれってミニーちゃんの尻尾？そうみたいね。いろんなところにハートが描かれてたりと、とてもかわいいでしょ。見た瞬間私はこれを買うと決めたの。そしてみんな気づいてくれたかしら。私の今日の服を見て。うん、赤に白いドット、そしてリボン。ミニーちゃんコーデだ。正解。エマちゃんってそんなにミニーちゃん好きだったの？前はアナ雪シリーズが好きって言ってなかった？うん、ディズニーってほらたくさん可愛いのがあるから目移りしちゃうのよ。そうだ、ドアラブルシーズン2全部揃ったところで、シーズン1で私たちが買ったものと全部合わせてみようよ。まずはラプンツェルとアリスのルームドア、そしてジャスミンとアリエルのルームドア、そしてマッドハッターとベルのルームドア、エルサのルームドアとミッキーとミニーちゃんのルームドア、これを全部くっつけるとこんな感じ。わー、全部が揃うとますますカラフルで可愛い。これだけ集まるとものすごく豪華だね。みんなちょっとここから見て。ここから見るとすごくおしゃれな街並みよ。こんな家が現実にあったらな。確かに家もすごいけど、もっとすごいのはドアラベルの数じゃない？第1弾第2弾で私たちが集めたドアラベルの数はじゃ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 すっごい。私たちこんなに集めてたんだね。どの子も可愛くてディズニー好きにはたまらない。さあここで質問よ。私たちが集めたドアフィグたち全部で何個あるか、みんなも予想してみてね。1、34個、2、37個、3、42個。1番か
予想してコメント欄に書いてね。ディズニードアラブル第2弾も可愛かったな、欲しいなって思った子はシャオカオをぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。私たちが第1弾を買った時の動画がこの上にあるから、よかったらみんなも見ていってね。また次の動画でね。バイバイ。